な気持ち初めてと僕は言う。何の気ないそぶりで君は言う。私たち初めて出会ったんだもん。そんなあなた当たり前だよと君は言う。Oh, oh, 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 oh. 僕が死んだらどうすると、どうすると、目も合わさずに君は言う。そんなのこってみなきゃわからないという。少し怒ったような顔で君は言う。Oh, なんでか僕は嬉しくなって笑ったんだ。生まれて初めてと最初で最後の一世一代が君でした。ああ寝ても覚めてもあとにも先にも遅いだたぐいのものでした。おー、当たり前の日々などいらないという。するといつもの調子で君は語る。あなたの当たり前になりたいという。ごめんなさい。そんな日が来ればいいなという。終わりは始まり分かってるって、ここまでもなんとかそうやっていつもやってきたけど、これを終わらせたら間違えて次いらないって思う。何度でも思い出せるように歌にして、生まれて初めてと最初で最後の一世一代が君でした。ああ寝ても覚めても、後にも先にも遅いだたぐいのものでした。ああ生まれて初めてと最初で最後の一世一代の約束を、ああここで。皆さんお久しぶりです。ちょっとね、風邪をひいちゃって、ここに鼻もプチッ出てきたし、最近は今日はずっとさ部屋で寝込んでたんだけど、そのホストの番組見ててさ、いや
すげえよ。なんか、なんだっけあれ。山本祐介さんの番組して。ダメになっちゃうそうだから。でねねねねねねねって。でホストの番組ずっと見てたのよ。ねえ。いやすごいよ。ホストって夢があるよな。興味ある今。だからお酒飲まないからな。めっちゃ飲んでた。ヘルプとか言って。それができないからね。今さ、ラッドウィンプスさんの曲歌ったじゃん。俺この曲がめっちゃ好きなんだ。ラッソンってのがあんだって。日の始まる場所を探したんだよ。余った光をもらいに行ったよ。光ってないとね、誰も僕を見ないんだよ。わかったフリーでもいいから。小さすぎて光って消える、ただそれだけ。と知りながら光る僕は綺麗でしょう、綺麗でしょう。ホタルって曲って書いてある。なんか中学生の時にさ、CD 交換をするのがさ、学校で流行ってたんだよ。ねえ、みんな iPod、あれなんだよ、iPod に入れてたんだけど、その、俺がさ、俺 CD ウォークマンでいつもこう学校に来たんだけど、その時にさ、その、なんだっけ、ボンジョビとか、
すげえかっこいいと思って、それはそう覚えてますね。分かり合えたふりじ知ればそばにいるの全てのことを超えてゆくために後ろ向きは水切りしよう。ああ飛んだけど忘れちゃったな。
僕はこの世界で第何位で、君はこの世界で第何位だ。身の程はわきまえてるつもりだ。身の程知らずは笑われちゃうからなのに君のその笑顔に、肩までの髪になんとかって服に。国籍も外見も年収も過去も何もかも全部関係ないのが恋だろう。乗り越えられんのが恋だろう。誰に断るでもなく勝手に、今日もただ君が好き、今日もただ君が好き。ちょっと飲み物探してくる。わずかに気をつけてくださいってみんなすぐ怒んだからあんま期待しないでほしいよね俺にね C タイプ、あ、アイコスなくなっちゃった。でも大丈夫。春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ。タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから、
を育てた親のせいかも。全部全部誰かのせいにしてしまえば楽なのにな。私は何も悪くないの、そう言ってよ、そう言ってよ。アダムとイブのせいにしてあなたを。にして最初から最初から全部なくなってくれよ。涙の帰り道でした。限界が迫ってるようだ。誰とも会いたくないのは自分のせいかも。全部全部電子レベルに戻ってしまえばいいのに。私は不幸になるために今一度アダムとイブのせいにして、のろす水まで涙で洗ってよ。アダムとイブのせいにして、最初から最初から出会わなかったことに。ああ、どうしてだろう。ああ、ただ一人がいなくなるだけ。アダムとイブのせいにしただけどね。ここか。うわ。いやいや、もう 歌じゃなくて、歌のコメントじゃなくてさ、何見てんの？1万人見てんだからさ。おおー、あ、見てる、結構見てんだ。え、めっちゃおもろいよ。爆撃なんとかって人もいんの？イケメンなんだよ。
その人を指名してる。ね、姫って言われてる。姫って言うんだって。その、その指名をする女の人のことを、ん?お客さんのその人のことを、姫って呼ぶの。でさ、その、姫とそのカップルじゃないけど、その、爆撃なんていうか忘れちゃったけど、爆撃なんとか君は、ストライクを取っちゃうの。で、軍神が一品残すのよ。そしたら怒るの。今回は、その、ボーリングを、その、あくまでその日、なんつってたかな。俺もホストについて今勉強して、いつかのためにこう勉強してんだけど、その、ナンバーワンと姫の時間だから、ストライクで、わーってダメなんて、もうボケ続けなきゃいけないんだって。だから、その、難しいよな、ホストって思って。そう、何にも楽しくないじゃん。すごいよな。一戦、爆撃さんが、最高売上どうのこうのみたいに言ってた。一戦何百万とかなんだよ。それすごくない?一戦何百万すごいよね。普通に。いやー、酒飲まなきゃいけないからな。酒飲んで1000万って思うと、いやいや、いいよな、普通に考えて。ちょっとこの話した後に、あの、最高の曲を歌うから、最高の曲、俺の歌じゃなくて曲が最高だから、なんか一回点数下げましたよね、今ので。だけどこの後の曲でギャップを生み出しますんで、ちょっとお待ちを。しみは絶えないから、小さな幸せに気づかないんだろう。時を越えて君を愛せるか、本当に君を守れるか、空を見て考えてた。きっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。
分のことを大切にして誰かのことそっと思うみたいに切ないと切ない時一人遠く行かないで疑うより信じていたい。たとえ心の傷は消えなくてもなくした。ダメだな、こんな感じじゃ。青すぎていつの間にかそれに慣れて僕は自由だともう忘れてしまいそう。ああうるさく拙く産声のように遠く響け。あるがままの姿で自分ままで生きさせて決して楽ではないがきっと人生は素晴らしい。ああ青くさいなんて青くさい綺麗事だって言われてもいいんだ。夢見る空はいつだって青一色でいい。おおおおおおおなし。何にしようかな。最近好きな曲。音楽聞いてねえな。何がいいかな。最近歌って楽しそうな曲何があるかな。全然思い浮かばないな。いや違うな。あれやろ。
最後の夜になりそうな気がして。行かせて、いい曲だけど邪魔が入ったな。この最近のこのさ、何でもかんでもさ CM 入れるの何なんだろうな。見てないのにねこんなの。でもまあ入れなきゃいけないのか。どうして君だったかな、気づけば目で追いかけてた。でもその先にいるのはいつも私よりずっと可愛いあの子を、帰り道偶然同じでさ、話したの時間が自分の曲で終わるのも違うんだよな。寒さのせいだけじゃないな、どんなセリフもきっと役に立たないな。腕の中へ置いて抱えた
独のその輪郭を撫でてやるよ。明かりのない部屋で言葉もくたびれて、確かなものはぬくもりだけ。君がそこにないと気づいたら、とにかく探すだろう。そこにいるのにいないと気づく時もあるだろう。この目が視力をなくしても、は君を見るだろう。体中の細胞をフル動員で君を見るだろう。呼吸の音がする、柔らかい匂いもある。全てこの手のひらに集めて閉じ込めるよ。oh, oh, oh, 腕の中へ隠した痛みのその傷口に触れてみるよ。時間のない部屋で理由も忘れて、確かなものを探しただけ、見つけただけ。 oh, 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 のない世界で僕と同じように生き、おいで怖がらないでおいで、生きてるものを見つけただけ、確かなものはぬくもりだけ。はい、まあそんな感じで、あの今日の YouTube 弱虫男爵っていうバンドのことが上がってるので、あの見てくれたらすごく嬉しいと思います。そんな感じで。